タイプ R 試乗インプレッション行ってみたいと思います。前期モデル FD2 型ですね。走行距離はですねまだなんと33,200キロと少ないですね。でノーマルです。まあこのねオーディオにカロツイレアのハードディスクのナビ入ってますけども、メカニカル的なところで何か変わってるかというところは、見受けられないですね。なので足も硬いですね。純正 FD2 のこの硬く跳ねる足が、まあ、このちょっと私がピョンピョンしているところからも伝わるんじゃないかなと思いますけど、特に室内に入ってくるような異音はないですね。クラッチのつながりも問題ないですし、加速もいい感じ、ミッションもすこすこと入りますね。この辺の回答性もやっぱ FD2 はいいですね。クラッチのペダルのところでちょっとギコギコいってるので、ここはちょっとねペダルのところグリスアップしとこうかなと思いますね。それぐらいですかね。特に何か気になるような音とかは入ってこないですね。で今エアコンもつけてますけども、冷たい風も出てきます。ブレーキの効きも問題ないですね。でこのカロツリアのナビ、ちょっとね古いタイプ、当時もんぐらいですかね、この FD2 の。もう今こういう形のものが出てないのでちょっと古いですけど、一応ハードディスクタイプついてますね。あとトランクに結構でかいウーハーが積まれてるので、まあこの辺りはねもう好みに合わせて変えるなり撤去するなりという感じで進めたらいいかなと思いますね。まあ何よりもこの3万キロ台の FD2 っていうのがね非常に希少ですからね。で今シビックもねだいぶ値段が上がっちゃったので、もう新車価格を超えてきちゃいましたね。3万キロ走ってる車なんかは、まあ、特に、この車は中古車として、違和感はないかなと思います。以上試乗インプレッションでした。